電話ありがとうございます。東大会祝いです。あ、すいません。そちらの電話番号が、はい、指定管理者の水野さんの電話番号載ってまして、はい、で、舞鶴の文化公園ですかね。はい。もう、管理、5つ施設管理されてるっていうふうに記載があったんですけども、はい。はい、問い合わせ先そちらでお間違いないでしょうか。はい、そうですね。あ、そうですか。で、今の期間、文化公園の中に、はい、屋外のプールがあると思うんですけども、はい。そのことでちょっとお伺いしたくて、お電話させていただいたんですけども、はい、障害者や介助者の減免についての規定があったんで、ちょっとお伺いしたくてお電話させていただいたんですけども、はい。はい。ご担当者様とか、管理者様とか。あ、私で大丈夫ですか？はい。あ、大丈夫ですか？はい。先ほど、プールの方にお電話させていただいたら、はい。障害者本人の、まあ、はい、半額の減免はあるけど、はい。要は、介助者の減免はないですっていうお答えいただきまして、はい。で、そうかなと思って、ちょっと条例令記を読みましたらですね、はい。はい。中にですね、減免の規定が、まあ、厳密には施行規則、施行規則の方になるんですけども、はい。そちらの、利用料または使用料の減免という規定が第17条に載ってましてですね。はい。はい。はい、で、この第17条の、1項1号に、はい。はい。まあ、身体障害者福祉法とか、まあ、あとは、まあ、はい、うちの子供で言うと、療育手帳なんで、はい。まあ、療育手帳制度についてっていうところでの規定があってですね。はい。で、次のですね、2号以降に、まあ、要は、はい、減免に関する規定があって、はい。で、17条1項2号には、はい、半額の減免がありますよっていうことを書いてまして、はい。で、ここに身体障害者手帳等と書いてるのは、療育手帳とか、いわゆる精神病者手帳とか、はい、精神障害者の手帳とかも含まれる、はい、ということなんですけど、はい、第17条3項の2号に、はい。で、はい、前後に規定するものが入館し、また入場するために、介助を行う者、1名に限るが入館し、または入場する場合は10分の10の減免と、要は 100% 減免ですっていう規定があるんですけど、はいはい、ごめんなさい。お客様が、おっしゃりたいということは、要は介助者の減免が、介助者の減免はありますかということでよろしかったですかね。そう、条例上今見てる中では 100% 減免介助者もあるという記載があるんで、はい、あるのかなと思ったんですけど、はいはい、ただ、その、レジャー施設とか公園って書いてたりするので、はい、その、細かくその文化公園のプールがそれに当たるかどうかまでは、私が見たネット情報ではなかったんですね。はい。はい、なので、もしかしたら、はい、うん、はい、はい、はい。我々としてですね、うん、はい。文化公園プールはもちろん指定管理の中に含まれてますので、はい、はい。プールの方では、介助者の方については、はい、無料という形を取らせていただいてるんです。あ、ですよね。だったら今プールに、ね、はい、電話したら。うちのスタッフの対応が間違ってますので。あ、よかったです、よかったです。はい、やはり条例上読んだら、同じように、はい、今おっしゃいますように、はい、介助者1名に限っては、先ほど私が申し上げた手帳を持っている本人の、介助者、はい、要は、特に重度の障害者とか小さい子供だったら絶対介助者がないと無理なので、はい、まあ、はい、障害者手帳の、程度の軽度によってはもう成人されてて一人で大丈夫ですっていう方もおられると思うんですけど、はい、そうじゃない方は介助者がいるので、はい、その場合はここに書かれている10分の10の減免の規定で、要するに無料で介助は一人入れるよっていうことですよね。はい、そしたら、プールの方に伝えておいていただいていいでしょうか。予約として明日と明後日で。私の方からちょっと重々注意させていただきますので。いえいえ、対応は悪くなかったんで、聞いたらないですっていうことだったんで、気になって条例ちょっと調べたところだったんです。はい、はい、よかったです、はい。ありがとうございます。すいません。いやいや、とんでもないです。お時間取りまして申し訳なかった。いやいや、とんでもございません。はい、ありがとうございます。はい、そしたら明日か明後日、予約はしてますので、また行かせていただこうと思いますので。はい、ありがとうございます。はい、何卒よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、どうも失礼いたします。はい。はい。
はい、ということでね、神対応いただいたんで、はい、政府解除者、利用の解除者で無料で入りたいと思います。みんな、明日、明後日、プール行くぞ、イエーイ。はい、まあ、たったね、解除者いてもね、大人550円だけのことなんですけど、今後ね、払わんでも払い続けてる人がいたらあれなんで、はい、その550円のことよりかは、今後ね、利用する方が、あの、自動的に障害施設を出したら、解除者としてね、無料で処理してもらえること、お話しして有益だと思いました。皆さん、またね、困ってることあったら、言ってください。そういう条例読んで、連絡は、突出していきます。はい。イエイ。イエス。イエス、イエス、イエス、イコンでくれる。イエーイ。